to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me, and what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan, your own hands can land your own brand. おはようございます。フレックス。完璧に作っていきたい。気持ちも心も体もボクシングにしようかな。俺ガチでしたいねんな。で、俺 HC なんで、熊本で30日で、あの須田予選もこうまだ怪我してんねん、正直な。はいはいはい。だからボクシングガチで3分3なんでやってもらって、でその後ちょっとキックでやってもらおうかな。まだルールとか全部話してないんですよ。全然話してない。とりあえずスパーリングしようぜみたいな。このセット見たら分かると思う。あ、もう本気でやるんやなってある程度もうスパーリングっていうかもう試合みたいな。いや俺は試合で、だってさっきおえつしたもん、さっきからずっと試合の時。何年おえつ、緊張おえつ、ちょっちょっちょっ、右足直したいな。痛いですか？ボクシングの方がいいっすね。じゃあまあ結果して軽くないとな、怪我するな。もっと確かに怪我してもいろいろな気持ちはありないとな。他の国ではあの絶対 OK を出さないんですけど、日本が好きだし、ここがすごい気に入ったと。で彼もすごいナイスガイだったので特別に撮影を許可いただきました。最高っす。パワーちゃうで、3分3ラウンドでお願いします。あ、OK。 So I am careful that it's only 3 rounds。 たった3ラウンドかって言ってた。 3 rounds。 確かに ブッシー。なかなかしない。何言ったか分からんけど、めっちゃおもろいっすよ。あいつのそのチンチンはその大したことないだろうみたいな。わ、初めてやるわ、3分7ラウンド連続でな、しかも出せない。マジで怖い。アメリカ人の打撃って日本と違って結構ゴツゴツ系。いや、グレー、いや、あ、もういつでも大丈夫。 OK、OK、 Why not? OK? I'm on vacation! スタート。 OK、そうです、スタート。
オーケー。あ、ケージ、ケージ行こう。Oh, someone's better. Wrestle! Oh, that baby. Okay. Oh, yeah. Please round 4, 3, 2, 1, 3 out, 3 out.
ダンフリー右に回ったら、ここで対応してみます、うん、相手ジャンプしかないです。
どう？待って待って。余裕がないで、逆に初めてやる。いや、頼みます。クリエーション休暇って言ってる。休暇夏はあんのに、上手の通貨を食べました。いや、ファイナルラウンド、ワン、ステイ、ファイナルラウンド、ファイナルラウンド。
行くぞ全然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 行くぞ10秒Fill me out with your hands up. I'm putting my fillers. I'm putting my fillers. And then I go. ちょっとステパンチも少なかったように思いますと、じゃあ、私に当てようと、ステパンチが感じがしました。Just touch. Yes. Yes. Just touch. Oh, yes. 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 よくなってますよ。うん、今の感じの方がいい。Kickbox. He would have probably won.オッケー。まあでもキックルールだったら、今日はあなたが勝ったでしょうけれども、今日のボクシングルールだと、今日は私の勝ちですねってこと言ったの。Sorry です。久しぶりにこんなんなったって。いや、これほんま試合でもなったことないこれ。なあ、初めて見たやろ。濃いです。いや、俺の方が初めて見たやろこれ。If you ever come to Las Vegas, extreme we have. ベガスに来たらいつでも私のジム来てくれる。マジですか？はい、ありがとうございます。ルギア。はい。パンチ二段。バカ重いっす。なんか3回ぐらい久しぶりのこう、おお、おおみたいな。もう一発食らってたらバカ重い。あ、マジで。マジからの気合っす。真の倒れたら変な気持ちでした。腹あったら多分もうさすがにきつかったな、あの状態。4ラウンドとかは。Sorry. Very sweet. Oh, yeah, strawberry. Thanks. すごい好きだそうです。ギリハの方に折れてないわ。大丈夫ですか？うん。ここのこれアッパーやばかったなこれ。ゴツンってきたもん。顔パンパンな気する今。やっぱ全身全部腫れる気する。Girlfriend. 今週ずっとイチゴを求めてました。おお、嬉しい、よかった。あなたはベガスに来るべきだった。いや、行きます。ありがとうございます。ありがとうございました。失礼します。Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Thank you. 次はぶっ飛ばす。あ、ナイスループ。右目、あと開けにくいちょっと。あと肩張り痛い。上がらへんちょっと。あ、ほんまや。もうめっちゃ痛いわ。ここでもフック、ゴツのもあったわ。これ何なんすかね。やっぱ体格、骨格の問題なんすかね。いや、体重だろ。体重ですか。うん。別に俺技術で負けてるとは思わなかったでしょ。それはね。うん。別に思わなかったな。中尾先生のボクシングは、俺は UFC に通用すると思ってるから、うん、そのポリシーに持ってやったし、そこは俺負けたと正直思ってない技術では。ショーン選手の方が余裕で上やったのは、戦い中の心理やな。心の中が向こうはもう余裕があった、リラックスして、旅行だけど、ベイビーっつって、うん、俺ラスベガスで戦ってるから、お前そんな余裕で出すみたいな。うん、そこのもう心理的なもので上行ってるのは余裕でと思う。やっぱ常に平常心やったし、確かに。うん、まあでもめちゃくちゃ勉強になったわ、ほんまに。こんなことなかなかならんからな、練習で。そうですね。うん、最高。うん、やってよかったです。って感じかな。睡眠特化したプロテインで寝てる間に体を回復させる。で、ヘンプパウダーとか入ってるんです。その CBD とか呼ばれるじゃないですか、はい、そのいう風な効果があるんで、睡眠の質が上がるとかそういった効果が得られます。いつも俺も試合前とかやっぱり寝れない時期とかもあるんですけど、やっぱレストを飲むと目覚めも良くなるんで、ぜひ概要欄貼っとくんで見てみてください。アンブルギアチームの格闘技活動や YouTube 活動を応援してくださるスポンサー様を募集しております。興味のある方は概要欄の方にメールアドレスが記載されてますので、そちらからご連絡いただけると嬉しいです。よろしくお願いします。お願いします。